はい、こんにちは、ラスカルでございます。今日はですね、動画の方でも何度もお世話になっているテツさんからお話をいただきまして、ちょっと取りに来ました。というのも、テツさんの方でですね、デカ盛りメニューを新しく販売する予定みたいでして、まあ、ちょっとその試作を、4品食べてくれということで来てしまいました。そうで、一応今回いただいたメニューは、通常販売、まあ、デカ盛りとしての通常販売と、チャレンジメニューとしての販売を予定しておりまして、まあ、ちょっとまだ期日ですとか、詳しいメニュー内容は試行錯誤している最中なので、今日いただくメニューとかとはちょっと変更点があるかもしれないんですけれども、また、その販売の際には僕の方からも報告させていただきます。ということで、これからいただくメニュー、皆さんも参考にしていただければと思います。これが1品目の、辛味噌混ぜつけ麺。はい、そうです、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。一応こちらの1品目が、味噌ベースのつけだれなんですよね。はい、はい、で、名前の通り、もちろんつけ麺はもちろんなんですけど、しっかりこっちに混ぜがついてるんで、混ぜそばとしてもいただけるみたいです。はい、次いただきたいと思います。いただきます。これもう最初から混ぜちゃった方が、はい、このままでめちゃめちゃ美味しいですね。めちゃめちゃ美味しいです。
煮干しっていうメニューだったんです。で、あの二郎系っぽい感じのベースのスープに煮干しが入ってて、まあ、ちょっと後味もくっきりしてるってことなので、早速いただいてみたいと思います。これはあれ、ミノノグチ店さんで使ったなんですけど、そのまんまでも全然飲んでもしょっぱくないぐらいの塩分で、でも全然全く物足りなくないんですよね、不思議と。で、煮干しとか豚がしっかりこう出てるん でそのまま食べても物足りなくないし、つけてももちろん物足りなくないっていう不思議な状態でございます。
3品目が到着でございます。はい、3品目が、チーズがけ鶏混ぜそばですね。はい、じゃこんな感じで、まあ、鶏ベースの混ぜそばに、まあ、キムチとチーズが乗っかってる感じです。それでは続けていきます。すごい。到着しました。でこちらが、ニンニクラーメン藤森、ね、二郎系っぽい感じのガッツリとしたやつでございます。混ぜるごとに徐々にこう味が変わっていくんですね。
ません。